旧姓ラジオ第0回初めまして。本日からお昼の放送を担当する一木海です。噛むな、自分の名前を噛むな。噛んでない。こっちの相方は、はい、自己紹介。ああ、フタの笹です。よろしく。スレンダーの超美人、しかも鉄品の黒髪ロングの持ち主です。いよ、放送部のクレオパトラ。気持ち悪いな。海に褒められても嬉しくないんだよ。でもってミキサー担当は深山ネナです。ネナ、起きてる？起きてるよ。なんだかいつも寝てるけど、やればできる子なんです、天才ミキサー職人。ネナ、海のマイクボリューム下げといて。あー、出力 OK。 やらないで、できないで。そして改めて、私がメインパーソナリティの一木海です。放送部一の情報通知的ガール。ネナ、ここ PE で消しといて、マジうざい。生放送で無理言わないで。大丈夫、今海のマイクオフだから。ちょっとひどい。マイク生きてるよね。新入生の皆さんは、お昼の放送は今日が初めてだよね。これから毎週水曜は、私たち大親友3人組でお昼の時間にお邪魔します。よろしくね。みんなも早く素敵な友達見つけてね。また噛んだ。てかマジで引く。なんだそれ、死ね。ここはEテレか。なんでよ、私すごいいいこと言ったのに。2人とも進行ずれてるよ。あ、はい、今日は我らが母校ここのつぼし女子学園の紹介を。我らが母校の名前を噛むな。紹介をします。うちの学校、本当に古い学園なんだよ。由緒正しい正しいお城の学校です。その長い歴史は、学生手帳の…ん？どうした？放送事故？誰か、学生手帳持ってない？ない。ない。なんで番組構成担当の捜査が用意してないのよ！海がいつも持ってるから大丈夫って言ったんだよ。お見苦しい点があったことをお詫びします。もうちゃんと持ち歩いてるんだよ。本当だよ。いいから進めろ。確か5ページか10ページ15ページくらいまでには載ってるんで、読んでみてね。うわ、グダグダ。次のコーナー。次はコーナーじゃなくてリクエスト曲なんだけど。あれ、そうだっけ。さあさあ、しっかりしてよね。うるさい、死ね。もらったリクエストの中から今週お届けするのは。あ、ごめん、このコーナー飛ばして。あ、2人がぐだったから時間足んないかも。え、次のコーナー行って。うわ、進行表どこだっけ。あれ、あ、そこそこ、ササの足元、さっき落っことしちゃったんだ。拾え。うん、巻き入れろ。はい。黒のレース、どこ見てんだよ、死ね。ストッキング越しでよくわかるよね、海。嘘です、見えてません。ササ気合入ってる日はいつもそうだからね。あー、そろそろ職員室から怒鳴り込まれそう。次のコーナー、学食の今週のおすすめメニュー。はい、グルメリポーターに大変身。今、私は学食に来ています。現場の海さん、何でも学食では新年度が始まって新規一転、新メニューが加わったそうですけど。はい、こちら現場の一木です。中、ここは放送室です。家庭科栄養学の安治里先生考案の驚きの新メニューが今週から登場しました。それは一体どんな料理なんですか。ちょっとさ、もうちょっと真剣にやってよね。はい、こちらです。うわー、プレートの上にチキンライスとサラダがそれぞれ大盛りになってるんですね。
その上に地元産新鮮卵の目玉焼きが2つかぶさるようにって。申し訳ございませんが、温泉のみでお楽しみください。はい、誰が呼んだか、通称おっぱいプレートです。あのセクハラオバハン何考えてんだ、死ね。ネナ、今の消した？無理だって。これにプリンがついてお値段は驚きの300円。今なら新刊フェア中でサクランボが2つサービスでついてくるんですよ。どこに？もちろん目玉焼きの上にです。事故だ。ナイスネナ、裏方は酷使しすぎじゃないかな。注文するときはオップレ A とかオップレ E とか指定して注文してね。何その A とか E とかって。森が違います。死ね、ほんと死ね、沈んで死ね、飛んで死ね。ミキサー担当の待遇改善を求む。これじゃ忙しくて眠れないよ。誰が頼むんだよそんなの。栄えある注文第1号は陸上部の網島祭り部長だそうです。陸上部終わってる。もう時間ないよ、そろそろエンド曲行くよ。旧星ラジオでは毎週水曜日に学園内外の話題を紹介するよ。来週からは突撃部長インタビューも行います。第1号は盆栽同好会です。部じゃないだろ。エンド曲入るよ。放送中にかけてほしい曲のリクエストやちょっとした相談、面白情報とか何でも募集しているよ。放送室前のリクエストボックスに入れてね。ゴミ入れんなよ。お相手は一木海、二野笹、三山ねなでした。それじゃあまた来週の水曜日にお会いしましょう。最後の最後でまたかんだよ。